M72 ローウェポンは合計 66mm の使い捨て対戦車ロケット弾である。設計はアメリカ合衆国のタリーディフェンス。製造はノルウェーのナンモローフォース AAS である。アメリカ陸軍では朝鮮戦争以後バズーカの後継装備品として導入された。現代の主力戦車を相手にするには、 力不足だが、軽便であるため、軽車両や難目標に標的を変えて、使用が続けられている。その外観と使用法から、別種の兵器であるにもかかわらず、先代のものと同じ、バズーカと誤って呼ばれることが多い。M72 のバックブラストで吹き飛ばされる木箱 M72 は、一発の成形作薬弾を2本の筒を一列につなげた、発射器で梱包した構成である。 運搬状態では、アルミニウムの発射器後部は、ガラス繊維強化プラスチックの全部発射器の中に収納されている。この状態では、発射器は防水容器の機能を持ち、また、弾薬の点火系列は遮断されて安全に運搬できる。発射器全部には上部に押し込み式のトリガー、折りたたみ式の調整と、消紋、下部に、後部ガス噴射口カバーが付く。 発射器後部には点火装置が設けられている。後部を引き伸ばして展開すると、点火系列が接続され射撃可能となる。一度発射器を展開すると、再び後部を収納して、運搬状態に戻しても防水機能は戻らない。弾薬は、合計 66mm の成型作薬弾で、ピーブの進管と弾道を安定させる6枚の翼がある固定弾である。 翼は玉底部にあり、ヒンジを介して前方に折りたたまれた状態で装填されている。威力は 300mm 以上の装甲を貫通可能。このロケット弾の設計は1950年代から運用されてきた M31 ヒートライフルグレネードのものに準拠したものとなっている。射撃姿勢は後部を引き伸ばした発射機を肩に担ぐようにして発射する。 25メートルごとの目盛りがついた小勢を、小門から覗き込んで行う。トリガーの前にあるつまみを前方へ引き出して、安全装置を解除し、トリガーを押し込むと弾薬に内蔵されている、推進薬が燃焼して、約摂氏760度のガスを後方に噴射し、ほぼ無反動で発射される。後方危険地域は、軸線後方の左右30度距離40メートルの範囲で、 発射時にはこの範囲に高温のガスを噴射する。一度射撃した発射機は次弾の再装填はできず廃棄される使い捨て式である。M72 を発射したアメリカ海兵隊員1960年代から運用されている。あらかじめ弾薬が発射機に装填された状態で支給される使い捨て兵器というアイデアは1943年に ドイツで開発されたパンツァーファウストの流れを組むが、小型軽量のロケット弾を装填しているという点では、M72 は、画期的なものであった。M72 は、ベトナム戦争時代の兵器で、大部分は、スマウロケットランチャーや M136AT4 に、更新されたが、一部は現役である。1990年代に、 改良型の M72A4A7 までが登場した。安価勘弁な M72 は登場当初より陣地や市街地にこもる敵や家点を攻撃する兵器として利用された。最近のイラク戦争、アフガニスタン侵攻でもアメリカ軍、カナダ軍が使用した。ロケット弾の断面図この他にソビエト連邦製の RPG-18 と r p g 2二 チェコスロバキア製の RPG-75、ユーゴスラビア製の M80 ロケットランチャーが M72 ローと同様に携帯時に縮められた方針を発射準備時に引き伸ばす構造を有している。また、厳密には派生型とは言えないが、XM191 ナパーム弾、ロケットランチャーや M2024 連勝位、ロケットランチャーは、 M72 と同一の口径 66mm であり、弾薬を共有することができる。ありがとうございます。